オイゲンブラヒトは、スイス生まれのドイツの画家である。スイス、レマンコハンの暴衆のモルジュに、ドイツ人の両親のもとに生まれた。8歳の時両親とドイツのダルムシュタットに移った。1959年から、カールスルーへの美術学校で、ヨハンビルヘルムシルマーラに学び1960年の夏は、学生仲間のエミール・ルーゴや、 ハンス・トーマとバーデン・ビュルテンベルク州の産地、シュバルツバルトで射生して過ごした。1861年に、デュセルドルフに移り、風景画家のハンス・ギューデに学ぶが、一旦画家を目指すのを止め、1864年に、ベルリンに移り商売を始め、1870年に、自分で事業を始めるがあるが、商売はうまくいかなかった。1876年に、 ハンスギューデの元に戻り、風景画家として、バルト海やニーダーザクセ州の荒レ地、リューネブルガーハイでの風景を描き画家として評価された。1880年から1881年にかけて、シルムと共に、エジプト、パレスチナ、シリアを旅し、多くの風景画を描いた。1882年に、ベルリンゲージスアカデミーの風景画の教授になり、 1901年から1919 19年の間はドレスデンの美術アカデミーで教えた。中東の風物を描くオリエンタリズムの絵画のほか象徴的なスタイルの風景画や工場を描いた作品もある。ありがとうございます。